アミカダブロックの肘の位置の説明をしていきますね。アメリカンアームロックはこう相手の腕を、まあ、こう外に開く状態ですね。外に開いて肩の、ね、関節を外にひねって決めていく技になります。でこの時のポイントはこの肘の高さ、肘の高さによってこの肩がねこう外に開いていくっていう可動域が変わってくるので、肘の位置をイメージすることが重要ですね。でまずは、サイドポジション、サイドポジションからアメリカンアームロックを作った時に、ロックの段階ではもうね90度のポジションがあって、肘が90度でもいいんですけど、実はここね肘が90度だとアメリカンアームロックこうやって肘を上げていっても決まらないので、サイドポジションから決めれるのはまず1つ目、肘の位置を下に落として90度よりね、まあ、まさに V ですよね、 V1 の V ですね、90度より鋭い角度を作って、そこで肘を上げていく。まずこれで1つ目決まっていきますね。で2つ目は、まあ、相手が逃げようとして上とかに伸ばしてきたりするんですけども、肘の位置を90度より上、まあ高くして少しねここが伸びてる状態ですよね。この位置でも肘が高くなれば手首を固定してこうですね、肘を上げていけば決まります。で分かりにくいのがマウントポジションで、マウントポジションの場合はこういう感じでバッと入っていって、まず肘は相手の顔の横ですよね。これここら辺にまだ隙間あったら相手がディフェンス逆の手で、ね、ディフェンスしに来ちゃうんで、必ず肘を頭の横に落としてここ空間を確保しますね。でマウントの場合はやはり肘を下に落としてこうですね、自分のお腹の方に近づけて90度より鋭い角度を作って肘を上げていくと、ここで決まっていきます。で決まりにくいのはサイドポジションからと違って、相手がねこの手を伸ばしてディフェンスしてくる、まあ、例えば大きい選手とかねブリッジとかして逃げようとしてくるんですけども、こうなった時に伸ばしてくると、サイドポジションと違うのは、自分のね腕の方向と相手の腕の方向が揃っちゃうと、これ全然肘をね上げても決まらない状態なので、まあ、この場合はね相手が伸ばしてきたなというディフェンスをしたら、まあ、一度サイドにずれて、サイドにずれるとちょうどねこの肘が伸ばして決めやすい位置になっているので、ここでひねって決めていく。